たか、生命よ。致し方なく。なんと、こんなにお若い方だったのか。見た目に騙されますな。前に会った時は80のじい様でしたよ。主らも飲むか。私の口には合いませぬ。そこの男は。お、ではこの方にも合いませぬよ。なんだつまらんの。ならすごろくくらいは付き合っていけ。金家殿のように首だけにされては困ります。あれはわしがやったのではない。そそのかしたのはあなたでしょう。ネズミの式はああして作られたのです。生命、この方は人をたぶらかし、退屈紛れにその心を喰らう陰陽師、芦屋道満殿です。